日月曜日で、まあ、朝っぱらからね、ちょっとやってました。このデータを移すのになんか時間が意外とかかったんで、まあ、まずこのボタンを剥がしていきましょう。で必要があれば、どうしてもこっち下から貼っていかなきゃいけないんで、この真ん中にそう板入れて、中途半端なやつを貼れるようにしていきたいと思います。ですね、で今回の動画からもうほぼ完成に近づいていく、そんな感じですね。で、実際にこのカーポートの制作費用は、単管のみなのでおおよそ6万8000円ぐらいかな、そんなもんですね。でトタン代はただです 100%。 でトタンに関しては納屋の中に今動画でバラしてな、さっき動画でバラしてるやつがありましたけど、なんかね置いてあるんですよ。で余ったトタンも新品のまんま置いてあったんで、それ使いましたね。でそして今は作り終わったんですけど、全部を1枚のトタンの屋根でできればよかったんですけど、それをしてません。なんでかって言ったら、冬場雪を下ろす用の隙間がないんですよ。なんだろう、平屋なんで、平屋の屋根に面したところ、この家で言えば、本来だったらこの、どこだろう、玄関っていうこのウッドデッキからバーって、一番後ろの納屋のところまで、単管パイプで屋根を作って、もうずっとそれを、なんだろう、まあ、雨に当たらないところをもっと増やすつもりだったんですけど、作っていくっていうか、とりあえず寸法測って、構想を練ってる段階で、いや待てよと、冬場どうやってこれ雪下ろすんですかって疑問が出ちゃって、でやむなく真ん中だけちょっと隙間を開けて、そこで両方屋根の雪を下ろす、そんな感じのスペースを作ってます。でそこのスペースに関しては雪がもう降らなくなって完璧に、オフシーズンですね、もう春になっちゃえば、そこはもうブルーシートで覆っとこうと思いますね。で、ブルーシートも1枚は防水用のやつですね。一番頑丈なやつが、1枚はあるんで、まあ、それでいいわっていう感じです。ただ、雪滑りシートみたいな感じで、屋根自体を覆ってしまいたかったですよね。はい。で、本来法律で、通りに面したところ、屋根の傾斜が通りに面していて、でその落ちた屋根で通行人が怪我をしてしまうとか、そういう場合であれば、雪止めをつけなくちゃいけないという法律がありますね。でもまあ、もう、ここはここの敷地になっちゃったんで、まあ、それはそれで。いや、もう大丈夫になりましたね。もともとはなんかこれ、なんか工場の敷地の中に、前のこの創業者が、家をもう、そこだけ土地をね、切り離してやったらしいんで、だからまあ、ここら辺が曖昧ですけどね。今雪を下ろすときに関して言えば、まあ、こんな感じです。どんな感じだっていう話ですね。いやー、今お昼回ったんだけど、ようやくラス位置ですね。はい。あと1枚でトタンが、あとは、ウッドデッキの上のトタンが、はけますね。で、あとはトタンを打ち付けておけば、適当に、はけていくと思うんで、まあ、頑張っていきましょうか。で、今思えば、このね、単調作業って意外とっていうか、めちゃくちゃ俺やってるんですよね。まあ、ここ、今年の春で言えば、崩壊した風除室を、バイトから帰ってきて、速攻でバラしたんですけど、まあそんな感じの作業ですね。はい。で、まあ今回の動画はあんまり用がないんで、これを、まあスピードを変えないで、まあ解説だけでやりますけど、もうこれね、飽きてんすよね。この単調作業に飽きてんすよ。もう。だからある種もう禅の修行みたいなもんで、
俺何やってんだろう感が半端じゃないんですよ。で、あと去年やったことといえば襖の解体ですかね。ひたすらにあった襖を全部解体してたんですよ。で、解体して使える木材使えないやつ振り分けて、ふかし壁にするため、ふかし壁にして、ふかし壁にした時に石膏ボードを打ち付けるためのまばしら的なそんな材を振り分けてたんですよ。これがきついっすね。はーい、終わったかこれ。よし、終わったなこれ。いやー長い。終わったから、そう、今日は午後は整体行くから休憩して、じゃあちょっと途端でも打ち込んじゃおっかな。ね、まあ、比較的悪いボタンはあっちに使います。で、あとはこれね、単管パイプケチらなくてね、 4m50 で切っとけよかったなって思うんだけど、ここまでやっちゃえばよかったね。で、あとはここの分の材を切るんだけど、まあ、ここだけなんか余った材で作ろうとか思ってたけど、それってめんどくさいよね。なので、まあ、どうにかしますが、ちょっとなんか軽く食い物食いに行くかって感じですね。